こちらは、ボーズっていうね、お花なんですよ。可愛いでしょ？丸くて。そう、コロコロした。とっても可愛いお花なんですよ。カワイ島のレインメーカーのヌエラさんから種をいただいて育てていっぱいお花が咲いたので、こちらでも一つ可愛いレイを作ってみたいと思います。坊主のレイできました。可愛いでしょ？ね。でもこんな小さいレイ誰にあげるのかってちょっと待ってくださいね。小さな坊主のレイはハワイアンベアにあげました。あ、可愛いでしょアロハシャツはね、もともと着てたんですけど、レイがあるとますますハワイボーイって感じですよね。坊主のレイを捧げたかったのは、こちらの花ペペタウンにある本屋さん、トークストーリーです。じゃあ行ってみましょう。ボゾのレイは、こちらトークストーリーの店長さんのセレステに持ってきました。セレステどうでしょう？レイをかけた感じはなんか嫌だなってそうキュートかわいい、すごい似合うよ。とっても似合ってますよ店長。よろしくお願いします。今日もアロハでお願いします。セレステハクにしてみました。どうでしょう？うん、かわいい。ちょっとハクの方が気に入ってる？セレステ。なんか、いや、そう、後ろ向いちゃった